こんにちは、土の子です。ワンピースオデッセイ続きやっていきましょう。さあ、ここにフランキーがいるかどうかチェックしに行くぜ。アジトだと思う。あー、懐かしい。おお、フランキー、フランキー、この形のフランキー久しぶりだな。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがっためちゃビビってるやん。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだなまだ人間味あるね腕はやべえけど。兄貴だ、兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだ、パンツ野郎が。いきなりやる気満々じゃねえかそういや、パンツ取って、海賊船乗せたんじゃなかったっけ。いいだろう、相手してやる。ん、え、鼻ノコギリなの。お、やっぱ勝負ですね。よし、フランキー、久しぶりだな。スーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔そうだ、俺は人呼んで、ワーオ、フランキー。お、なんだこれ、覚悟しやがれ。何の挨拶だよ。よし、行くぜ。さてと、ふんふんふん、なるほど。まずは、強い攻撃でやっつけましょう。おお、強い、なかなか強いね。やるな。なるほど。遠距離に攻撃を仕掛けていこう。こっち側、ほい、ギアセカンド。よし、強い、ルフィ強ルフィ強。お、絆チャージもあるね、結構。おお、痛い。よし、そしたらば絆、あれ、あー、メンバーはパーティー足りない。あ、そうかそうかそうか、あ、どっちもウソップがいるから。ウソップ今いないんだった、そういえば。なるほどな、そういうことか。これちょっと場所移動したいから絆ムーブして、よし、フランキーの方行くと。舐めないでね。よし、こう見えてなかなかやるわよ。幸せパンチ、幸せパンチしますか。10万よ。あら、かわいい、いいですね。さあ、こっちも一体ずつしっかり倒していきましょう。うん、強い、お、強い。負けられねえよな。よし、こんなところでよちょっともう一回倍速なしで幸せパンチ見てみようかな。一人10万よ。うひょー幸せパンチいいですねやっぱ倍速ではわからない良さがありますね。あ、魅了されてる。さあ、ちょっと攻撃こっちにしましょうか。よし、 OK。 ちょっと TP 稼ぎするたまんねえないいじゃんうひょーになってるね。よし、いくぜ。おお、かっけえ、いいね。さてと、バズーカにしますか。もう、いや、あ、バズーカにするか。はい、バズーカー。まだまだ、え、エリア移動しちゃったごめん。おー、派手に飛び上がった、飛んでった。ちょ、どんとこよ。あー、ナミちゃんがやばいちょっと待って、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 これは帝京平成大学を仲間に入れて、ちょ、回復してあげよう、ナミちゃんを。これで元気になるぞ。実力の総合大学、ありがとう、チョッパ。よし、たまんねえな。よし、あ、ね、待って、今フランキーに攻撃してなかった。ああ、そうだよね、フランキーがこうだから。ちょっと待って、こう行っちゃおう。
おお、しつやい。さあこっちを攻撃しときましょう。死に甲斐がありそうだ。もう一発、いやどうしようかな。ほら強い。おお、やるじゃん。やるな。いいですね。さあ古文をちょっと攻撃しとこう。 TP 回復用に OK。 さあ残り少ないですよ。あ、倒しましたね。こっちのフランキーもすっげー頑丈だったな。頑丈だった。2年前フランキーの海パン。おい、パンツ奪ってんじゃねえか。めちゃくちゃ痛がってた。なんでね。なんでパンツ奪ってんだよ。いらないよ。どうだ。待て、お前ら。これ流されるんじゃなかったっけ。おめえらがこのお兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。泣き出した。何、どうしたの。いや何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を、命を落として守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。おっと、え、まあ、もうこの出た鳩のやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら、アイスバーグのとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラン。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ、後のやつ。お前に用があるのは俺たちのもんだ。ロボルチって呼んでやれや。この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。うわ、マジか。あ、ちょっとやばいかもしれないな。結構減らされてなかったっけ。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そうでしたか。そして得た力が6つの超人的体指ピストルみたいなやつ。強いよね。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。どう、見せてもらいましょう。きっちり肩をつけるとするか。ちょっと怖いっすねこれも。あー、ダメなのか。いやー、ダメか。マジか、使えないか。なるほどな。ちょっとルフィはこれで弱そうなやつ。ここ、ちょっと待って、こいつ、こいつを一発で倒したいけど。なるほどな。テンポで、ちょっと待ってね。うわー、こっちダメなのか。ダメちゃんダメか。じゃあ3時にするしかなくて。3時では、なるほど。はい、ディアブルジャンブ、プルミエール、プルミエール。やけどした。残らず地獄に大丈夫これ。うー、結構食らう。やっぱり、遠距離の攻撃はなしか。
しょうがないな。これするしかないか。よし、ちょっとずつ減らしていきたい。HP がやばいのは自分だけか。まずは、あ、間違えた間違えた、恥ずかしい普通に、ま、普通にした。うん、やけどして死んじゃった。よしよし、ここ2人集まったね。こいつよりこっちかな。よし、今度こそ回復するちゃんと。で、うん、攻撃で、うん、ちょっときついね。よし、行くか。これはこっちを攻撃して TP を稼ごう。まずは、うん、でチョッパーだけしっかり回復する。これで元気になるぞ。よし、俺がやる。聞かねえな。ちょっと今 TP がねもう連戦でなくなっちゃってるんで、近距離攻撃で強いやつ。じゃあもう攻撃向こうやめてほしい。マジで、ほら、アシュラ回復しよう。ルフィが、おい、めちゃめちゃ回復してる。いい感じ。助かるぞチョッパー。いいね。よし、聞いてるけどね。ねえ、攻撃向こうやめて。相性いいやつの攻撃向こう一番嫌だ。おいお前、よし、これも一体だったら全然問題ない。おお、いいね、クリティカル来ました。よし、これは勝ったね。やったぜ。おお、結構経験値もらえるな。力が戻ってきてね。レベル30になりました。なるほど、ただのチンピラではないよ。まさかの勝つっていう。そこまでじゃ、アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。あ、シガンが、あ、お前何してんだ。能力者なんだよね。あ、ルフィ、ルフィは泳げません。悪魔の実を食べると金槌になります。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行。強行されちゃった。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。ガーン、時期にここも沈む。揃って地獄に行くがいい。やばい、麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。そう。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれた。マジかよ。またウソップいないのか。後のやつを追って、ウソップを取り戻す。つまり、世界政府の本拠地、エニエスロビーに殴り込みか。そうだ。お前たち、行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。え、ということはアイスバーグは暗殺されてないってこと。どうしたらいいんだ。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。エニエスロビーか。急いで街に戻りましょう。あいつらが街を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。まあ厳しいでしょうね。畜生、主力がちゃんと揃ってりゃ連れて行かれることもなかったのによ。アクアラグナが近いからってほっとけよかったんだよ。
荷物をほっとけるか、いろいろあるんだぜ。この船には乗っていかないの？メリーはもう限界なんだ。だから二人は大喧嘩したんだったわね。そうなんだよな。もう下海底のとこがなんか折れてたよね。あいつら強すぎるぜ。俺はなんて無力なんだ。じゃあちょっと行きますか。あ、ここ恥を忍んで頼む。兄貴も助けてくれ。行き場のなかった俺たち全員の恩人なんだ。心配すんな。恩に切る。このはしごを使ってくれ。わかった。じゃあ行きますよ。いいぞ。ルフィのキューブのかけら。ああ、ロビンいるじゃん。合流できる。ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？え、もう大丈夫よ。捕らえられはしないのか。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ごめんなさい。ロビン、ここに鳩のやつが来なかったか？いいえ、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのは、そのことね。え、もう出たの？もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追う。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしよう、ルフィ。あの弾丸みたいなやつで行くんでしょ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。よし、もう一度市長邸に向かいましょう。よし、おっさんのところに行こう。ロビン戻ってきた。なんだ？麦わらさん、話は隠れて聞いてました。兄貴たちを助けに行くんですよね。俺たちがいつも使ってるエレベーターがあります。それで地上まですぐ。ぜひ使ってください。エレベーターって右側にある扉みたいなあれね。そうです、中にスイッチがありますんで、それで動きます。ここが地下2階だから1階に向かってください。目の前の階段を登れば地上街、市街地に出られます。地上街じゃないよ。便利そうなもん使ってんじゃねえか。あ、それか、なんか開かなかったやつ。なるほどな。 OK、 便利なの使えるようになった。そういえばロビン、市長邸で休んでいたんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思って、そっと抜け出してきたのね。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていた。あ、そういえばそうだ。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。いや、上でしょ。上だ、上。てめえは黙ってついてくれ。いいですね、このやりとり。よし、来た来た。市長が外に出てきてくれてる。アイスのおっさん、エニウスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？説明した。ルッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節は。フランキーのやつも連れて行かれたか。俺は仲間を奪い返す。お前らサイファーポールのエージェントを追うつもりか。間に合わんな。やつらはすでに海列車でエニエスロビーに向かってるだ。そして今はアクアラグナが迫った。まあ船だと出せんの。まあまあ、頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社。ああ、ちゃんとあれですね、本編知らない人にも説明してくれますね。これ自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます、うん、4年後生還したフランキーに涙したアイスバーグは、師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため、図面とともに町から出るように頼む。トムさんのところで働いてたんだよね。設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ、町に残ることを決断するのだった。
そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでもいいか。大丈夫だよ。分かった。もう知ってるもんね、僕たち。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。あの人魚のばあさんは人魚のばあさんが出してくれるんじゃなかったっけ。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海でそれそれ、命の保証はできねえしよ。それでもいい、俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれ。ああ、あいつも俺たちの仲間だ、必ず取り戻す今でも仲間って言っても頭はてなだらけでしょ。ありがとう、感謝する。なんでってなんで仲間なのってなるでしょ。よし、倉庫に行ってみましょう。おう、よし、マンホールの蓋から降りるんだな。とりあえず地下2階まで行ってくれ。はい、あ、わかった。よし、来たぞ。あ、これか。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。はいよ。おっさん、あっちに行けばいいのか。多分な。多分って何よ。心配するな。進んでりゃその口つくはずだ。あっち側行けばいいのね。この先だ。これでいいのか。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさんよし、少し時間をくれ、調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。懐かしいね、この感じ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。よし、ロケットマン、何回見てもかっこいいよな。整備早く終わんねえかな。やれやれ、やっぱりこのロケットマンに乗り込むことになりそうね。鬱陶しそうね、憂鬱そうね。暴走列車でアクアラグナに突っ込むのよ。喜ぶやつなんていないわよ。また楽しみだな。喜んでる人が横にいるわよ。アイスのおっさん、ありがとな。このロケットマンは言ってみれば海列車の失敗作だ。どう調整してもスピードが抑えられず暴走する。心配ねえって。まるでロケットマンを知ってるような口ぶりだが、できることはやってやる。今回もフラッキー一家やガレーラの連中は一緒には来ねえみてえだな。あいつらがいなくてもなんとかなんだろう。俺がハトのやつをぶっ飛ばす番だ。さっきぶっ飛ばしたのにね。こんな大きくて重そうなものが本当に海の上を走るの？あなた知ってる？鉄って水に沈むのよ。ほら見て、こんなに鉄を使ってるわ。海列車なんだから大丈夫だって。説明になってないわよそれ。ふんそういや今回は誰がこいつを運転すんだ。前は心さんがいてくれたが、人魚のばあさんのことか。あの時のことを思い出させんじゃん。みんな人魚のことをあのばあさんになっちゃってね。人魚イコールルフィ。さっきそこの荷物の中でロケットマンの運転方法が書かれたメモを見つけたわ。じゃあ運転はロビンに任せた。いいの？でも不完全なメモだから文句はダメよ。優しいねロビンちゃん。あなたは知らないでしょうけど、絶対にロケットマンで空を飛んだりしないからねこいつ空飛ぶのか。今回は飛ばないって言ってるでしょいいだろう、いつでも出せるぞ。鳩のやつぶっ飛ばしてウサッポを取り戻すぞ。
もう行っちゃった。まったく無茶な連中だ。なんだこの音は。え？いや声か。俺を呼んでいるのか。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。ああ、これは感動のシーン。もう一度だけ走りたいんだ。おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら、何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい。お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？すごいシーンですよね、あれもね。ロケットマンこれから起こるかな。アクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。お、たどり着いたんだね、もうね。エニエスロビー。もう着いちゃった。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。あのロビンの名シーンもあるんですよね、ここね。え、どういう意味。あなたにとって忘れられない思い出のようね。そう。ええ、とても。ロビンはね、ちっちゃい時にとんでもない目に遭ってますからね。もう早速左出てるじゃない。そうだったの。あ、なるほどね。思い出を、もう思い出覗くってずるいな。世界全土を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。そうなんです。え、どこ行くの。ちょっとルフィ、着いたんじゃないの。 おいルフィ、何が起こったんですか。ああ、突っ込んでる。突っ込んじゃった。いやー、とんでもないとこに入っちまったな。結局こうなるのね。生きてる、私生きてる。暴走機関車のにちゃんと止まってくれたんだな。死ぬかと思った。普通にさっきみんないたもんね。なんだ、前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行くぞ。おお。よーし、NS ロビーの奥に進めということで、おね、後ろ振り返るべきですよね、これね。ウソップのキューブ。さらに、相変わらず無茶な突撃だったわね。みんな、あ、やっぱり空飛んでる。怪我人がいたら言えよ。暴れるぞ。すごいよな。よし、はい、ということで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしておきましょうか。次回はこの NS ロビーを、探索していきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。